どうもしゅんです、こんにちは。どうもばらまつです、こんにちは。はい、ということですね、今回は平林さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。こちらの方こそお願いいたします。今回はですね、5月になったということで、社会人1年目の方がこれから社外に出たりとか営業をしたりする場面も増えていくと思うんですけど、社会人が経験する場面を平林さんに模擬練習をさせていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。こちらの方こそペコリと顔を見ずに社会人の第一歩、もう脱落っていうところですね私の顔見てよろしくお願いいたしますと相互に参りましょう。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。20歳以下ですね、いたしますの板をつけましょうかね。よろしくお願いいたします。こちらの方こそよろしくお願いいたします。名刺交換をしたいんですけども、はい、その前に研修するにあたってね、ペンは持ってないわ、ノートはないわ、身支度できてる人は仕事ができる、身支度できてない人は仕事はできないと思っていただいて、ノートと鉛筆をご用意お願いできますでしょうか。はい、はい、椅子を入れよ椅子を本当にバタ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 、落ち着きのない。まずね、名刺は名刺入れに入れるということ、こちらが正式です。持ってるもんだけは素晴らしい。この名刺は身分証明書、履歴書だから名刺入れに入れるということが大事なんです。2つ目に、私小さい時はニックネームヒラリンっていうかわいい、今は鬼の平林って言われますから間違えることないと思います、はい、でも読み方っていうのはたくさんありますでしょ。ですから名乗って出すということが大事、読み方にしてもたくさんあるじゃないですか、うん、よってですね、必ずいただいたら復唱すると、続いて相手に正面を向けるということ、相手が読めるようにするということですね。それと印刷部分に触れない、会社名を触れたりするということは良くない。でたまになんかいっぱいあるやつありません？こうやって持つってことですか？いえいえ、こう持つんですね。で次に両手でいただくということですね。それから腰から下に扱わない、うちの会社の大きいとか腰から下にする人でしょということを、日本の文化嫌いますので目の上の高さにするっていうことを見せることが大事なんですね。さて今6個言いました、復唱お願いいたします。1つ目、上に持っていく、上に持っていく、そういうふうに書かないから、書かないから自分は分かる分かるって思ってるでしょ。だから商談してても、僕は大体この会社はこう思いますっていうのが先入観を植え付けてるようなやつは素直でないので、企業としてはいらない。はい、今一度お願いいたします。どうぞ。名刺入れは大事。そう、記録は記憶だから、分かったつもりではなくて書かないと名刺入れに入れるってことです。2つ目は、はい、名刺を渡すときはフルネームとともに、うん、そうですね、名乗って出すということです。はい、復習する、いただいたら復唱する、そんなことは関係ない。はい、4つ目、はい、印刷部分は持たない、はい、そうです。はい、5つ目、分かるはダメで記録しろ。それは今あなたに注意をしたことである。腰から下に扱わない、はい、はい、6個目は相手に正面を向ける。こうして注意したらやっと書くようになりましたね、福田さんはね、はい、僕のやり方だったら企業はいりません、はいはい、続きましてですね、もっと大事なことは相手の上から名刺を出さない。こう出すってことですか？もうそこまですることはないけれども、はい、こう出せばいい。真似ることは真似ることから始まるから真似ていただきます。勤務いたしておりますとおっしゃってくださいませ。はい、どうぞ。勤務いたしております。勤務いたしております。勤務いたしております。福田様一人で、はい、どうぞ。勤務いたしております。そうです、もう一回口しっかり開けて、勤務いたしております。それでは私〇〇会社に勤務いたしております。それでは私、それではいらんねん、私〇〇会社に勤務いたしております、はい、笑わすな。私〇〇会社に勤務いたしております。もう一回、私〇〇会社に勤務いたしております。相手のことは〇〇会社にお勤めの、〇〇会社にお勤めの、今一度、〇〇会社にお勤めの、自分のことは勤務いたしております。相手のことは〇〇会社にお勤めの、そうです、お名刺頂戴いたします。お名刺頂戴いたします。私丸丸会社に勤務いたしております。印刷部の触れない、相手に正面向けて、そして名乗って出す、丸丸丸尾でございますと相手に渡す。いただいた人は呪霊、ありがとうございます、丸丸会社のお勤めの丸丸様でございますね、お名刺頂戴いたします。復唱するんですね、ちゃんと。さっき教えたやろノートに書いたじゃん、はい、それやってるだけのことよ、聞いてなかっただけや、はいはい、それではそこまでやってみましょう、はい、どうぞ。株式会社ダイアリーに勤めている。勤務しております。いたして。株式会社ダイアリーに勤務いたしております、うん、福田俊と申します。ございますと言え。はい、福田俊でございます。相手に渡す。よろしくお願いします。ありがとうございます。
頂戴いたします。まだまだ厚かましい副賞。株式会社ダイアリーの福田俊さんですね。ですねじゃなくて、ですねじゃなくて、さっきお勤めって教えたやろ、はい、ね、もう言ったことがすぐに忘れる。早いわ、入るのも早いけども逃げるのも早いわ。申し遅れました。相手の名刺より上になっているって。申し遅れました。だんだんこの手が上になって、あなたの方が偉くなってるって。こうだって、はい、だから別にここまで行くの必要なく、ここ上げとくって、はい、え、申し遅れました。私、株式会社ダイアリーに勤めております。勤務しております。いたして、勤務いたしております。松原咲と申します。とかいらん、自分の名前に。松原咲と申します、はい、でございます。松原咲でございます。片手で失礼いたします。いただいたら除礼。副所、もいらん。株式会社ダイアリーに勤めている、お勤めの、株式会社ダイアリーにお勤めの松原咲さんですね。ですねでございますね。株式会社ダイアリーにお勤めの松原咲さんでございますね、うん、咲様、誰がさんやねん。初めての人になれなれしい。株式会社ダイアリーにお勤めの松原咲さんでございます。様、その首はええから頑張れ。株式会社ダイアリーにお勤めの松原咲様でございますね。そうそうそう、お名刺頂戴いたします。お教えいただく。そう、お名刺頂戴いたします。頂戴いたします、うん、腰はいらんって気持ち悪いな。そんな時にいらんねん。お名刺頂戴いたします。そうそう、名刺を持って片手に持たせて、ここが大事なんです。総合例って言って、例えばよろしくお願いいたします、いやこちらの方こそよろしく、いやいやもうこちらの方こそ今後とも、いやもう一つどうぞ、こういうお辞儀ではなくって、最初に挨拶するものが待っとくんです。今後とも何かございましたら何なりと申してくださいませ、こちらの方こそ今後ともどうぞよろしくお願いいたします、って総合礼をするんです。じゃあ待つわ。はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。こちらの方こそよろしくお願いします。いやお辞儀やってるやないか、待つわ言うてて待てよ、待つわ言うたら待てよ。今後ともよろしくお願いいたします。こちらの方こそよろしくお願いいたします。そこでお辞儀、そうそうそう、となるわけなんです。一回どうぞおかけになっていただけますでしょうか。座るときは名刺を置いてから座る、はい、名刺を置いて、それから椅子を引いて座る。今回ですね、社会人になるにあたってのマナー研修、マナー講座をしていただいたんですけども、引き続き平林さんには別の動画で出演していただくのでよろしくお願いします。こちらの方こそどうぞよろしくお願いいたします。ということでありがとうございました。ありがとうございました。はい、ましたましたと終われ終われ言うて余計終わったらんわ。これからのお付き合いもあるので、過去形ではなく現在形でお礼を言いましょう、はい、ありがとうございます。こちらの方こそ、名前言ったらクレーム役場が言いにくくなるんです。電話は判断はできても決断する場所じゃないよ。人を売るんです、人を買うんです。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。